オッケーオッケーとのことですよ。やっぱり手羽先行きましょうよ。行きましょうよ、本当に。今日もお腹空いてますね。お腹空きました。でも、うん、もう12時回りそうです、はい、で、ということでラストオーダーまだまだやってる山ちゃん。もう日本人が食うことじゃないですか。実際山ちゃんどうなのかっていうのはみんな気になると思うんですよ。値段とかもね、まあ、ね、はい、同じかな。味絵は同じですね。絵は同じです、うん、でもやっぱりもう少ないんでね、はい、時間も11時、はい、ちょっと回ってるんで、まあ、入れるのかっていうところから、ね、そうですね、はい、これおなじみの、はい、社長ですね。これが、スクビチ39にある山ちゃんですね。僕たち今来てるのは、はい、なんでこれから入ってみたいなと思います、はい、オッケーオッケーとのことですよ。いい招き入れですね、はい、ありました。フリーダーね、はい、フリーダーです。わー、タバコも1000スペース。やっぱり手羽先行きましょうよ。行きましょうよ、本当に。味が同じかっていうのやっぱちゃんと調べた方がいいですよ。どれですか、手羽先はどこですか。手羽先はちょうどメインじゃないんですか。ちょうどメインで、でも一番表なんですよ。これ何本ぐらいいきましょう。辛い、うまい、もう一本っていうのはこれ胡椒辛いやつです。あ、一番でもこっちがいいですよね。本当のやつです。5ピースで130バーツ。今3人いるんで大人。はい。うん、20ピースじゃないですか。20ピースでいきますか。すいません。だからじゃあ4人前。4人前、うん、はい、20。20、じゃあ。あとはちょっとね、もやし炒め。もやし炒め。あとね、麻婆豆腐。辛い麻婆豆腐。辛いね、はい。辛いでいくわ。あとちょっとごめんなさい、豚キムチって言います。豚キムチをいきましょう。豚キムチ、はい、ご飯どうせいらないメンバーですよ。はい、はいはい、とりあえず、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、お疲れ様でーす、はい、何体には何ですか。チョンゲオ。チョンゲオですね。チョンはぶつける、うん、ゲオがコップ、コップをぶつけるっていう。もうタイ語上手になってからもうすごいよね。そうですね、まあ友達としてはチョンチョンでもいいですねはい、いいんですよ。来ましたね手羽先。この舐め方はすごいですね。これはすごい絵ですよ。これ結構一人でもいけんじゃねえかなとか思いますけどね。ね、20個、うん、なんで5ピースで1セットなんで130×4 ですね。じゃあ早速見せつけてもらいましょうか。いただいちゃいましょうか、はい、食べ方知ってるんですか。そんな時に山ちゃんはね、お箸の裏に書いてあるんですよ、はいはい、食べ方を。これを見ますと、この通り食べてください。1は、ここを割る。はい。成長がするんで。あ、もうこんな。あ、もうこれ下手くそです。はいはい、噛まずに飲み込んでください。はいはいはい。あ、麻婆豆腐もありました。スパイシー。スパイシー麻婆豆腐。で、すって抜くように。あ、そう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 。それで食べたら、あの、楽に食べられる。で、して、外に。こっちも食べれるんですかね。そっちも食べましょうね。はい、うん、しゃぶりつく。まあ、味はどうですか。日本にある、日本で食べたことあります。あります、あります。どうですか。変わらないです。美味しい。よかった、もう安心ですね。ウーロン茶が進む酒飲みが言いたいことだよね酒飲みじゃないか言えない、はい、はい、なんで手羽先は美味しい、はい、バンコクで食べても山ちゃんは美味しいってことは、山ちゃん好きな人もタイに来ても安心。安心なんで、名古屋最高。はい、名古屋最高でございます。こびてますね山ちゃんはね、やっぱうまいですよね。バンコクでも 何箇所もあるってことですよ。ここは本店です、バンコク。そうですね、タニアにもありますもんね、うん、いろいろある。タイ人は鶏肉が好きなんで、はい、いいんじゃないですか。それが発展した、はい、受けた、受けた要因でしょうね、はい、じゃあ次々食べたらいいんじゃないですか。あれですね、はい、あ、豚キムチとか、あ、食べます。ちょっと一回豚キムチね、はいはいはい、食べてみようかな。これもね、鶏好きなんでね、豚あ、美味しい。美味しそう。美味しい。韓国的なもの入ってます。いや、日本人が好きそうな味でちゃんと作ってくれてますよいや、いいんじゃないですか、こんな遅くまでやってくれててね。そう、ありがとうございます。助かりました。店長にありがとうって言ってきてくださいありがとうございます店長ありがとうございます。もっと発展してください。はい、これは願いましょう。潰れないように、はい、そういうことを言うことじゃない。いや、じゃあ潰れないように僕らもちょっと変えようかなと。はい、はい、さあ、熊さん、はい、結局どうですか、食べ過ぎ。結構食べ過ぎちゃいましたねはい、で、結局値段はじゃん、
かな。食べ過ぎ。2366。結構食べました、ね。まあ2400バーツとして大人3人、はい、で、まあ、800バーツぐらいですかね。1人。まあでもあんまりそのお酒を飲む回ではなくて、はい、軽くご飯食べようっていう感じだったんで、はい、近場でね、スクミツ39、うん、でちょっと中入ってもらうんですけれども、はい、山ちゃん、もうスペースちょっと映せますかね今。こうやって低い。あ、いいんじゃないですか、ほぼ広い、はい、まあ、中のスペースも結構広めで広いですねって感じの間取りでございましたね。はい、なので結構、実は僕はあのディナー時とかに来たことがあるんですけど、はい、結構意外に人多いです。7時とか、うん、8時とかはやっぱ意外に混んでる。で、僕らジメキって本当にラストオーダーすれすれた平日なので、まあ、あんま人はいないでしょうっていうところで来てはいるんで、ついて食べれましたけれども。日本の方多いですか？でも僕が来た時はタイの方も多かったですね。やっぱ人気なんですね。そうですね、多かったですね、うん、で駐車場もあります、はい、なのであの車でも来れるかなという形でございますんで、はい、ぜひとも番号が来た際はわざわざ山ちゃんに来てください、はい、というところで山ちゃんもあるので安心してバンコクに来てください、はい、今回は山ちゃんでございました。実はインスタグラムとフェイスブックを僕はちょっと真面目にやってるんですよ、はい、やってます。なのであのもしよろしければ、はい、あのこちら下に記載しますので、はい、インスタグラムと、フェイスブックの方で、はい、あの繋がってもらえると助かります。インスタグラムの方が実は更新頻度高いです。なので今佐久間ってこの国にいるんだとか、こういうことやってんだとかは実はこの動画発信よりもリアルタイムで、はいはい、まあ、あの知っていただけるかなと思いますので、ぜひインスタグラムとフェイスブックの方、ぜひ友達になってください。お願いします。はい、ありがとうございました。どうも。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、いいねとですね、コメントの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私佐久間はですね、 Facebook、Instagram、LINE アットの方をやっております。詳細は説明欄の方に、ございますので、ぜひとも、全部登録お願いいたします。